南心水沢駅は、かつて、北海道夕張市南心水沢一丁目にあった、北海道旅客鉄道赤商線の駅である。駅番号は Y22 であった。夕張市線の廃止に伴い、2019年4月1日に廃止された。1976年の夕張線の南心水沢駅と、周囲約500メートル範囲。上が夕張方面。 国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成端式ホーム一面一線の地上駅であった新夕張駅が管理する簡易委託駅だった廃止後は駅舎跡地がそばやそば天国として移設改装され2020年4月1日より開店している夕張南高校が移転してきたことにより周辺に市街地ができた 夕張市の財政再建団体指定後には小学校、中学校も同地の一箇所に統合され、学校が集積する形となった。なお、夕張市ではコンパクトシティ化の推進にあたって、清水沢地区に都市拠点を集積する方向付けがなされている。このため、夕張市線廃止に関連して近隣に複合拠点施設リスダが開設され、 夕張支線廃止代替バスと都市間バス、マヤチ地区などへのデマンド交通などの結節点としての機能も持たせている。ありがとうございます。